こんにちは。埼玉県にある園芸店サニベルのまむろみどりです。今日のテーマは冬の花壇の植え付けです。今回の動画ではまだ植え付けられていない空いているスペースを有効活用して、冬の華やかな花壇を作っていきたいと思います。植え方のコツとか配置とかもご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧になってください。はい、今回はこの花壇なんですけれども、もう12月に入ってもう遅いかなって思う方もいると思うんですけれども、まだ大丈夫です。年内に華やかな花壇を作っていきたいと思います。ではね、植え付けていきたいと思いますけど、まずしっかりと耕してください。ポイントは、はい、そして少し新しい土も混ぜてあるんですけど、それは前回の、寄せ植えリフォームの時の動画を参考にしていただいてやってみてください。規定量の緩効性の肥料、ね、混ぜておきます。そして混ぜて土の硬さをね、全部が同じような柔らかさっていうか、こうどっかこう硬くなってるところがないようにしておきます。これは肥料が染み込みやすくなるっていうのと、あとは根をね張っていく時にすごくいい環境になります。で、あとお水をあげた時もね、しっかりとお水がさーっとね回るっていうところで、これが重要なポイントです、はい、そして平らにしておきます。今日植えたいのは寒さに強いものを揃えました。なんとなく1ケース分ぐらいに収まったんですけど、これをね植えていきたいと思います。はい、で、ちなみにここの環境は東の光が当たって、午後3時ぐらいになんとなく半日陰になってくるかなっていうような場所です。環境的には十分と光が取れているので、お花を植える環境でも大丈夫です。はい、今現在植えてあるものの紹介なんですけど、これはユーフォルビアのウルフェニー、そしてこの隣にミューサイランのスペシャルレッド、でその隣がレッドスペルマム、魚竜梅の白花タイプ、そしてヒューケラが3株あってっていうところですね。配置のポイントなんですけれども、今回も三角形を作りたいと思います。はい、はい、三角形とあとグルーピングっていう植え方でやっていきたいと思うんですけど、はい、まずこの広くねこう空いてるところ、やっぱりこうメインでこう植え付けの、ね、メインになってくるのかなと思うので、ここで一つ三角形を作っておきます。まあ、例えばですけど、はいはい、三角形で、ここの中心になるところにはこのエリカのブライダルヒースを、うん、ちょっとね背が高いところのつながりでここにポンってやると、うん、全体のバランスが取れるのかなと思うので一つ置きます。そしてストックです。ストックで、はい、三角形、こういう感じで三角形を作ります。でこの三角形を中心に、間ですね、株と株の間、株と株の間みたいな感じで入れていくと自然とバランスが取れていくかなっていう、そういうような、はい、配置でいきたいと思います。はい、次の三角形なんですけど、ローダンセマムのアフリカンアイズが、はい、株と株のこういう感じで植えて、三角形を、綺麗な三角形を作ろうとするとこうなるんですけど、うん、ここだと密集しすぎちゃうので寄せ植えとちょっと違うので、少しね空間をよく取りながらってところで二等辺三角形、この辺少し離しておきます。はい、こんなような感じでどんどん広げていくみたいな感じで植えてもバランスが取れますので、正三角形もしくは二等辺三角形みたいな感じで置いて、はい、次に配置していくのがこのよく咲くスミレのミリクセイキ。はい、はい、冬の寒さに、ね、より強いと私は思います。植えていてよく咲いてくれます。はい、でこれも三角形、少し離して二等辺三角形を作る感じ、この辺でしときますね。はい、あとはこちらフォックスリータイムですね、はい、フィリーのタイプ、はいはい、が
株と株のこう間っていうような、うん、空いてるところをね空間を取って、はい、と思います。で株どのぐらい離したらいいですかっていう質問があるんですけど、はい、あんまりこうぴったりくっつけるのではなくて、なんとなく手がこう入っていくかなっていう、そういうような感覚が空いてればいいと思いますし、あの冬場なのでそこまでこうわさわさっと成長しないので、あの寒さから守るっていう意味でも若干ちょっとね爪気味に植えても私は大丈夫だと思っています。はい、そしてここの、ね、結構あの広いんですけど、ここにグルッピングで、はい、3株、これはアネモネのリリカ、八重咲きのタイプですね。すごく人気があるんですけど ね、豪華な感じですね。そう、あのこういう感じで三角形に置きます。綺麗にこのこの面に対して正三角形を作るよりかはちょっとずらしておくと、うんうん、はい、自然な雰囲気が出ます。はい、三角形グルーピングです。はい、はい、白大陸ですね。はい、あのローダンセマムがシルバーリーフで、はい、あのリズミカルにあるので、ここにもあるとつながり感が出るのかなと思って、はい、同じシルバーリーフを2株、はい、植えます。はい、あとここね、ここにチューリップの球根です。これ色は紫なんです。はい、ね、これで植えたいと思います。はい、まずねエリカを植え付けていきたいと思いますけど、はい、まあ、中心のね中の方から植えていくといいと思うので、ちょっと外しておきますけど、寄せ植えとかだと土は一番最後に足していきますけど、そうはしません。穴を掘っておきます。あの植えていきます。で株から外したら、このちょっとねこう少し削るような感じです。そしてハンドフォークでグッと穴を開けて植えます。で必ずグッとこう押して固定させるっていう、この動作をね忘れないようにしてください。はい、で、ストックも逆さまにして、ちょっとねほとんど合わなくていいと思うんですけど、ちょっとだけ刺激を与えて植え付けます。はい、花壇も寄せ植えもね同じで、何が同じかっていうとね、一番端は特になんですけど、ちょっとねこう皆さんの方を向くっていうような感じで、あの角度をつけて植えるっていうところです。若干、はい、そういうふうにストックも若干なんですけど、ちょっとだけ角度をつけて植えます。はい、チューリップの植え方なんですけど、ふっくらしてるところと平らなところがあるんですけど、うん、はい、その両サイドから最初の葉っぱがこう広がっていくっていう、そういう向きなんです、はい、なのでこの向きこうですね、この向きが一緒だと葉っぱが勝ち合っちゃうので、はい、少しねこうします。あ、なるほど。そうすると葉っぱがねぶつからないで、はい、こう密に植えても大丈夫っていうところになるので、この向きだけ気をつけて植える、はい、そしたらあのこのぐらいにくっつけて植えちゃっても大丈夫なので、ここもグルーピングで、こんな風に植えると、ふわっとねチューリップの束がここでできるっていうところで、すごくね素敵だと思います。はい、うん、植え付けますね。深さはね、あのこれで掘れる程度で大丈夫です。はい、あんまり深くなくて大丈夫。よく球根がこの2つ分あの深さって言うんですけど、大丈夫です。あの上に土がかぶってれば大丈夫、ね、うん、そうそういう感じで植えちゃって大丈夫です。はい、はい、今回のポイントはここに、三角形、メインの三角形を作って、その間から、ローダンセマムとか他の植物を配置してって広げていったっていう形になってますけど、はい、よく咲くスミレを、2株と、あとここに 1株で二等辺三角形を作ったっていうのと、はい、あとローダンセマムこのシルバーリーフを三角形というか、まあ、ちょっとねこの細長い二等辺三角形、そしてこのシルバーリーフとバランスを取るためにここの
シルバーリーフを少し足したっていうところですね、はいはい、あとはもう一つ、うん、はい、この三株にグルーピングして植えた青と、ここにはチューリップの青が紫がきます、ね、はい、で紫、そしてここの塊の紫で三角形がここでもできてます、ね、はい、植え付け終わったらたっぷりと水をあげてもらいますけれども、どのぐらいあげたらいいんですかっていう質問がよくありますが、シャワーで柔らかい水圧でゆっくりとあげてください、小さいこういうポット内でしたらだいたい5秒ぐらいで、こういった大きい鉢植えのものとかだったら10秒ぐらいですね。結構長いですよ、はい、ゆっくりと丁寧に一株あげるようなイメージであげます。はい、そして土がこう乾いてきますので、乾いてきたら3日ぐらい置いて、そしてまたあげるっていう、そういうお水のあげ方を繰り返してあげます。お水が一通りあげ終わったら、こちらの活力剤ですね、バイオゴールドのバイタルを、規定量に薄めてあげるっていうところで、これは根の活着と促進をするっていうところと、あとは土が結構ね、再生してくるっていうかね、そういう手助けにもなりますので、ぜひこちらを忘れずにあげた方がいいと思います。この植え付けた後、根がしっかりとね張ってくるまでにちょっと時間がかかります。3週間ぐらいは水のやり方を先ほど言ったようによく見ながら水あげを気をつけてください。そして、このカルーナとかエリカとかこういうタイプのものって、ツツジ科のものって今のこの真冬の時期って根を張りにくいです。なので、うっかりねお水をあげ忘れちゃったりしてるとチリチリになっちゃったりするので、そこだけはちょっとね気をつけて観察してみてください。いかがでしたか？年内まだ間に合いますので、ぜひ私も植えてみたいと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いします。このチャンネルでは園芸の知識ですとか、ハンギングバスケット、寄せ植えなどを初心者の方にも分かりやすく説明していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた。